今日の動画はですね、えー、ジャズサックスの歴史ということでですね、明日から浜崎渡君とサックスの歴史についてこう対談するんで、ちょっと前知識でですねあい、大体の流れ知ってないといけないということで、ざっくりジャズの流れと、えー、ジャズサックスでのこう年表をちょっと作ってみましたので、そのお話をしてみました。では、本日の動画は最後までお楽しみください。えー、こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。 今日はですね、ジャズサックスの歴史ということで,ですね。明日からちょっと対談したやつをちょっと流していきたいので、えー、こちらの、えー、ジャズサックスのね、歴史で、大体その話で出てくる、大まかなジャズのその歴史みたいなのを知っておいた方がいいかなってこと。めちゃくちゃざっくりの歴史をやります。えー、まずこれ、えー、ジャズの歴史の方からお話して、サックスの、まあ、こう、まあ、め、<laughs> ポイントとなる人ね。えー、ポイントとなる人は僕の視点で選んでるので、も,うもちろん細かいとこ僕も結構勉強してる方なんで、いろいろ知ってるんですよ。知ってるんですけど、わざと端折ってるとかすごくありまして。あのー、やっぱりこう、大学とかで教えててもそうなんですけど、一人人物が増えるだけで、いきなりこう、なんかこう、覚えなきゃいけない人物が増えるだけで、いきなり点数下がるんですよ。なので、できる限り排除したい。だから、あのー、もう本当は、だったらジャズの歴史5人みたいな感じにしてしまった方がいいんですけど、 まあ今回は一応大まかに6人かな。えっ、ー、と、全部で8人ぐらい出てくると思うんですけど、その辺の人の名前を覚えておけば、で、そこから付随する人で名前で覚えていっていく。まあ、ご自身で勉強してる、全部が全部人に教えてもらうんじゃなくて、自分でその辺聞いてると、あ、この辺もいいなっていうところをね、ポイントとなるところ。で、そのポイントもこっちを選べたらこっちを選べたらいろんな人がいるんですけど、そういう、まあこう、ね、えー、まあ、ご意見ありがたいんですけどね。 えー、そういったこともい,いろいろ聞くと僕も参考になるんでいいんですけどね、えー。そういったところもご容赦いただいてですね。僕はしょる人ですからね。これはあの、中田のあっちゃんが言ってましたけど。は僕はしょる人。はしょるって言われては,はしょる人だから仕方がないですね。はい。というわけでですね、スイング。スイングジャズっていう、まあ、もともとジャズっていうのは、まあ、分類するとこれもちょっと傍観のもので結構お話ししていこうかなと思ってるんですけど、なんかこう、英語で喋ってるみたいな、 なんかこう歌みたいなのがこうジャズじゃないかなって感じはするんですね。で、その英語の歌い方っていうのがスイングっていうリズムにはまったんで、スイングジャズっていうのが出てくるんですけど、この時代はもうダンスミュージックだったわけですね。これドン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 っていうドンチッキドンチッキチッキチッキ,チキ,チキみたいな感じのスタイルね。で、そういうこう体を揺するビートのこう音楽だったわけ。これはだから演奏する側もこう、聞く側も一体となって遊ぶみたいなスタイルだったんですけど、ビバップっていうのがまあこのスイング時代に こう、一部行われてたアドリブっていうものをそこだけ特化して、もうそこをブワーって長くして、で、アドリブの仕方のもう開発をどんどんしていったのが、まあ、ビバップってやり方なんですけど、で、ここからが全体的にモダンジャズ総称なんですね。だから、モダンジャズっていうと、まあ、ここからっていう人もいるんだけど、まあ、大体は皆さん、ビバップからもうやり方が完全に変わるので、ビバップからここがモダンジャズ。だから、モダンジャズとスイングっていうのが大体分かれる。だから、 ジャズクラブに行くと、スイングジャズってあんまやってなくて、だからスイングジャズって別個なんですよ。だからシングシングシングイコールジャズってなってる人は、そういうのやってくれないじゃないですか。だからここはちょっとセパレートしてるっていうふうに覚えておいていただければいいのかなと。でビアップっていうので、ジャズがこう、要はアドリブが中心になってきたと。で、クールっていうのはもうアドリブをもう特化して、メロディーさえ吹かないっていうような流れも出てきたりするっていうのはね。で、今後どんどんどん,どん,どん、あの、こう、 クールな音遣いをするということですね。まあ、クラシカルなこう奏法とかをいっぱい入れていってこう、どん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 発展していくんですけど、まあ、こう。い とにかく鑑賞用になっていくんですよ。ね、スイングジャズの時はみんなで手拍子で踊ったりしてたのが、だんだん,ん踊,踊る感じじゃなくなってくるわけですね。なので、こう、ハードバップっていうのはまたそのスイング時代の、こう、いわゆるダンスするっていうか、みんなで手拍子したり、一緒に歌ったりみたいなのをやっぱり戻してきて、まあこれがアートブレイキーのバンドのことをハードバップっていうんですけど、ここら辺全部ハードバップかって言われたら、まあオダンジャズの一種類だと思っていただければ、でもこの辺の流れなんですよね。 だから、モードジャズって言われる、マイルスは、その、ビバップの時代っていうのは、コードが、要は、どん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 入れ替わっていく。もともとのね、スイングジャズの時代というか、この辺の時代の音楽のコード進行が、こう、ね、緻密に流れていくところを、いかに、こう、アドリブで取り抜けていくかってことをやってたビバップに対して、こう、モードっていうのは、コードが動かない。こう、ずっとないだ、こう、なんか、なんていうのかな、こう、静かな海の上で、こう、なんか、ゆったりした感じの音楽になるみたいな。 これはもうどうぞ。ラテンなんかもコードは変わらないんだけど、リズムが激しい感じのラテンじゃこくね、あの、ギジイカレスピとっていう人が入れていきたいと。まあ、この辺も名前はね、あの、おぼろげに覚えておいていただければ。この辺は今回は、えー、はしっていいと思いますね。このサックスだけ今回覚えていただく。で、ボサノバっていうのは、まあ、あの、ブラジルの方であったね。 あの、リズムがこういうの入ってきて、まあフリージャズっていうのは、要はモードからまあ、まあコルトレンのやつを見てるとやっぱりモードでマイルスのバンドにいたことによって、まあフリーっていうのにこう直結していったっていうふうに書いてあったんで、まあ本人が書かれてたことこなんで、まあフリージャズっていうことですね。こういうのが、だから、こうフリーっていうのはハーモニーからのフリーですね。だからリズム、リズムは黒人が作ったでしょ ね、メロディーも黒人らしいメロディーを作ったわけじゃないですか。ところがハーモニーだけは、要は西洋音楽をやっぱりこの辺来るとか使っちゃってるから、そこからのもう下脱、自分たちのこう耳をもう当てにして演奏していくっていうフリーっていうことで、かっこいい音遣いを探していくっていう形ですね。で、ジャズロックっていうのは、まあ、リー・モンガンとかがやったサイドワインダーみたいな、こう。 まあ、リズムがロックで、まあ、ちょっとジャズの、まあ、跳ねたリズムの、まあ、ロック、ジャズバージョンで、ね、アコースティックである。フュージョンっていうのは、どちらかというとこう、ジャズロックよりかは、えー、まあ、要は、電子楽器をマイルスが使ったことによって、まあ、始まるって感じですね。だから、えワ、ー、イザーリプトもね、えー、ザミルさんがすごい、シンセサイザー使うでしょ。だから、こう、フュージョンっていうのは、どちらかというと、その、電子音楽とか。 そういったもののまあ合体って感じなのかな。で、まあ、他にもまた細かいものがいっぱいあるけど、こういうのをコンテンポラリー、ー現代的になってくると、まあ、これをさらに。でももう、モダンジャズのビバップの時代から、もう、コードもうアドリブのやり方っていうのはほとんど変わってないので、その理論っていうのは変わってないの。もうここで全部できてしまうんで。で、この辺でまあ、ちょっと多少発展するんだけど、基本的にはまあ、同じような考え。ですねこの辺のものが全部、こう、まあ、重なり合ってコンテンポラリーになっていく。で、 まあ、要は、オンリーワンを目指すわけですよ、ジャズの人たちはね。だから、自分たちが、こう、これをやってる、これをやってるって考えてるというよりかは、他人と違うことやってると、だんだんそういう、こう、あ、こういうサウンド感の人たち、こういうサウンド感の人たちっていうか、まあ、要は、批評家が分けていった形なんですが、これやっぱり 聴く側としてもね、選びやすいんですよね。ジャズの CD ポンって買ったら、自分がこの辺好きなのに、この辺好きなのに全然違うスイングジャズとかやったら合って残念になったりするから。からまあそういうこう、やっぱり似たサウンドからやっぱり攻めていって、だんだん慣れてくると違うのね、ジャズのサウンド慣れてくると違うところ行くとまたそういう新鮮で、最初にここ聴くとダメなんだけど、 慣れてきてからここ聞くといいっていうのがあるんですよ。だから自分の最初好きなところをいっぱい聞いていくうちにだんだん,だん慣れていくんで、そんな形で。で、コンテンポラリーなんかになってくると、唯一、要は、まあ、こう、他と違うところをやっぱり目指していくので、なので、こう、変拍子とかが行ってくるんですけど、でも、まあ、昔のなんかこういういろんなフレーバーを取り入れて、新しい自分たちのオンリーワンを作っていってるっていう形ですね。 えー、ジャズ黎明金、ここら辺はちょっと細かくはですね、対談の方でお話しするので、ささっということで、レスター・ヤングっていうのがまあ、いわゆるその、えー、こう、初期の時代のね、歌心あふれるサックスって感じ。で、チャーリー・パーカーって人がアドリブの方法をどん,どん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 開発したということですね。まあ、プレスズとかバードとか相性なんですけど、これはまた、まだ、あ、対談の時えー、ソニー・ロリンズっていう人が、まあ、僕は、まあ、モダンジャズの中で、やっぱこの辺大ヒーローだと思うんですね。で、サックス奏者の中でやっぱり聴いてみても、ソニー・ロリンズって いいいううのややっっぱぱりこう飛び抜けて楽器が上手いみたいなねやっぱだからヒーローロだでもその人がジョン・コルトレーンのジョン・コルトレーンがマイルスのバンドに入った頃ってまだまだやっぱり稚拙なんだけどやり方としては稚拙なんだけどでもソニー・ロリンズはそのあた新たな考え方とかにね衝撃を受けてでしばらく演奏活動やめてですね橋の下でずっとサックスの練習をするんですよ。 であの、ブルージャイントの大工みたいでしょかず,っと,ずっとこうやって橋の下でやってて。で、復帰のアルバムの名前がブリッジっていうなかなか活かしたアルバムがあったりするんですけど、えー、あのブリッジのアルバムはすごい名番です。僕よく聞きましたね、えー。ジョン・コルトレンっていう人が、まあ、要はフリージャズっていう、まあ、まあ一大ジャンルを作って、まあ、オーネト・コルマって人が始めたんですけど、まあそこら辺は細かいところは、 端折ります。今回はジョン・コルトレン。どっちがまあ、こう、ビッグネームかってったらジョン・コルトレンになってしまうんで、まあ、まあでもオーネットもビッグネームですけどね。で、ウェイン・ショーター。まあ、この人はまあ今、存命中で、まあ、今、現代音楽の本当にトップクラスの人ですね。で、若手でトップクラス、マ、ま、ー、あ、クタンナー他にもいっぱいいますよ。いますけど、今回はこの辺の人たちを、やっぱピックアップしたら、あの人も、まあ、みんな外せなんですよ。大好きだから。だけど、まあ、あえて外して、こう、6人で、 のこ,のこの人たちのことについて、まあ、お話を、えー、していましたので、明日からの対談をぜひ、ね、楽しみにしておいてください、えーと。レスター・ヤングっていう人が、まあ、いわゆるこ1900年代、まあ、ジャズって大体この1900年代、スタートあたりぐらいから、まあえー、そうですね、この辺ぐらいまで、70年代ぐらいまでが大体いわゆるジャズのアルバムって言われてるんですけど、もちろんずっとコンテンポラリーなこういう音楽になっていくんで、こういうスタイルになっていくということですね。で チャーリーパカっていう人がビバップっていう,こう新たなこうモダンジャズの例名を始めて、で、スタンゲッツ、オンマッシュ、リーコニッツって名前が、まあリーコニッツは出てこないですけど、まあ有名だから一応挙げたんですけど、この対談の中でオンマッシュとスタンゲッツっていう人、まあこの人たちはまあ要は黄色で大体クールジャズの、で、スタンゲッツっていうのはビバップのもう、 一、ところからスタートしてね。だから、ウディハーマンのバンドのね、えっ、ー、と、フォーブラザーズっていう曲があるんですけど、そのフォーブラザーズっていうのは、4人のサックスプレイヤーの名前のこの1人ですね、スタンゲッツっていうのはね。要はだからもう、ビバップっていうスタイルから、で、クールジャズに走ってて、で、なおかつ、まあ、いろんな活動もされてるけど、ボサノバってね、あの、ジルベルとって、ジョアン・ジルベルと2人撮ってる、まあ、2人じゃないや、えっ、ー、と、ジョアンとジルベルと、まあ、一緒に撮ってるアルバムがありまして、ね、ここね。 だからこういうこの人はいろんなことやってて。で、このオーマッシュっていうのはまああんまり有名じゃないんで覚えなくて全然いいんですけど、ちょっと話が出てくる。マークタナがオーマッシュとかリーコニスまあこの辺の流れを組んでるよねって話が途中で出てくるんですね。でソニーロニスズはまあもうここヒーロー。で、コルドレンっていうのはソニーロニスズはちょっとはね、年上なんですけど、で、彼はちょっと遅咲きでっていう話もしてて、その話も出てきます。で、えっ、ー、とまあ、モダンジャズをやってる上から、まあだんだんフリー、自分のもうフリージャズっていう、まあ、スタイルになって ショーターっていうのはフリーとかも入ってるけど、やっぱりいろんな要素がもう持ってますね。で、えー、っと、浜崎くんの対談でやったやつは、まだビバップ時代。ビバップ時代、このソニーロイド、この辺ね、アートブレイキーたちのバンドでやってるんで、アートブレイキーのメンバーでやってるアブラも紹介してるんですけど、それなんかはリズム体はもうまだこう、ビバップ、ハードバップみたいなスタイルの、 音楽を保っている中で、ウェイン・ショーダーがもうちょっとコンテンポラにーに漂わせている感じがする。非常に面白いアルバムで紹介しますね。で、コンテンポラーでマーク・ターナー。これ、まあ、現代の若手としてね、いっぱいいるんですけど、まあ、この人を選ばせてもらいました。そうすると、この人なんかは、まあ、選ばせてもらったアルバムは、えー、まあ、レニー・トリストランド。レニー・トリストランドとかリー・コニにツがやってた、まあ、クール・ジャズ、ウォン・マッシュとかね。この辺のサックスのプレイヤー。まあ、この色が強いのかなって話をしてたんですね、ウォン・マッシュの。ね。 というお話ですね。なので、この辺の流れが分かった上で、ちょっと対談聞かないと、ちょっと難しいかなと思って、ざざっとこう駆け抜けてみました、えー。でもね、僕はサックスとかトランプ大好きなんですよね。自分は演奏するのはもうやっぱりリズム楽器が好きなんですけど、やっぱりジャズは管楽器の音楽で、じゃ、まあ、管楽器とやるとやっぱり自分はちょっと興奮するタイプなんですね。管楽器ってやっぱめちゃくちゃいいなぁ。やっぱりね、あの、 ものすごいこうパワーがありますよね。サックスでふうって吹いた瞬間にもう持ってかれちゃうとかね。いやー、管楽器はいいと思います。だから、えっ、ー、と、管楽器もね、トランペット、トロンボーンっていうのもあるんですけど、今回はサックスについて、まあ、中心で、まあ、サックスのメンバー6人ぐらいの名前はちょっと今回出てくたやつね、覚えてもらっておいて、で、対談の時にも出てきますからね、もうちょっと出てくるよね、スタンゲッツとかも出てくるけど、その辺の名前を覚えてもらって、そこら辺を聞いていくうちに、あ なんかもっとこっちの方が好きだな、こっちの方が好きだな、こっちの方が好きだなっていうのを見つけていただきたいという形ですね。だから全部を、こう、ね、そんな5分、10分で喋れないんで、あのまあ、全体的な流れを、大分かな枠組みを僕なりに教えたって感じですね。 でいろんなある人はいっぱいいると思いますね。だからもう特にこ,うこだわって聞いてる人はいや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 っていうふうにいっぱいいると思いますけど。まあ、あの、これも一応メンバーの選び具合も、ちょっと浜崎のといろいろ考えてこうかな、こうかなって言って、もうちょっと、人数多くなればなるほどね、やっぱり、あのー、初心者の人はね、やっぱり、うん、え、10人も覚えるのみたいな感じになっちゃうんで、2人ずつをお話ししていって3日間やっていこうかなと思いますんで、大きな流れを覚えておいて、で、2人ずつやって、 これを何回も交互で見てもらえたらいいかなと思います。このね、連表とかもね、ダウンロードできるようにしておきますので、えー、よければ、えー、メルマガ登録の方は、えー、メルマガの方の、えー、メールで送られていくと思いますので、よければメルマガ登録してください、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えているかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。